ポトマック軍は南北戦争の東部戦線における北軍の主力となった軍。なお、ポトマック軍の名称は戦争初期に南軍でも使われたが、後にロバート・イーリー将軍の指揮で有名となる北バージニア軍に改称されている。ポトマック軍は1861年に組織された。ただし、軍という名称ではあるものの、創立当時の規模は戦争後期の 軍団程度のものであった。創立時の中核部隊となったのは、北東バージニア軍管区と呼ばれた部隊である。この部隊は、アービン・マクドウェル巡相の霊下にあり、開戦後の最初の大規模戦闘である、第一次ブルランの戦いに参加し敗北した部隊であった。この敗北後、フィルーピーの戦いで勝利を得ていたジョージ・マクレラン、少将が、西部バージニアからワシントン DC に呼ばれ、 マクドウェルの北東バージニア軍管区及び、ジョセフ・マンスフィールド巡将のワシントン軍管区からなる、ポトマック軍管区の指揮を命じられた。1861年7月26日、ナサニエル・バンクス少将のシェナンドー軍管区が、マクレランの指揮下に入り、同日に、舞台名称が、ポトマック軍とされた。さらに、ジョン・アダムズ・ディックスのバルジモ・アシダンも加わった。また、 バンクスの指揮する部隊は、ポトマック軍の不評師団となったが、旧北東バージニア軍管区の部隊は、師団編成はされなかった。このため、編成時の戦力は、陸ス及び、バンクスの2個師団に加え14個旅団、要塞兵力として5個連隊となった。10月には11個師団その他に再編され、1862年3月には、軍団制が導入され、5個軍団に編成された。 ポトマック軍は、主として、東、バージニア、メリーランド及びペンシルバニアで発生した、東部戦線でのほとんどの戦いに参加した。エーブラハムリンカーン大統領は、アメリカ連合国に対する攻勢作戦を求めたため、マクレランとポトマック軍は、カイロ・バージニア半島先端に上陸し、アメリカ連合国の首都リッチモンドを目指す、半島方面作戦を実行した。 1862年5月末には、リッチモンドに迫ったが、攻撃はそこで頓挫した。6月後半、南軍のロバート・イーリーは、反撃を開始し、ポトマック軍は押し戻された。結局リッチモンドの攻略はならず、ポトマック軍は引き上げた。そこでレイカの5個軍団のうち3個軍団を、ジョン・ポープ少将のバージニア軍支援のために派遣した。このため、ポープが、 ポトマック軍の指揮を取ったと誤解されていることが多いが、この間ポトマック軍の司令部はワシントン郊外に置かれており、マクレランが引き続き指揮を取っていた。バージニア軍は秋田侵進行してきた D の南軍を迎え撃ったが、8月28日から8月30日の第二次ブルランの戦いで大敗北した。その後、ポープの指揮下にあった六個軍団はポトマック軍に吸収された。 マクレランは9月17日のアンティータムの戦いでリーに勝利し、この勝利によってリンカーンは奴隷解放宣言を出すことができ、また南軍の北進は停止してヨーロッパ諸国からの支援も期待できなくなった。しかし、リンカーンはマクレランが消極的であるとして解任し、アンブローズ・バーンサイドがポトマック軍の司令官に任命された。バーンサイドは軍をそれぞれ2個軍団と、 予備からなる3個の大師団に分割した。バーンサイドはサイドリッチモンドを目指したが、12月13日にフレデリックスバーグの戦いに敗北し、翌1863年1月26日に解任され、ジョセフ・フッカーが軍司令官となった。フッカーは大師団を廃止し、それまでは各部隊に配属されていた騎兵をまとめ、騎兵軍団を組織した。 フッカーは十分な補給を行った後に南進を開始したが、4月30日から5月6日のチャンセラーズビルの戦いで、戦力では半分以下のリーに敗北した。リーはこの勝利をきっかけに再度北上を開始した。リンカーンは6月28日にフッカーを解任し、ジョージ・ミード少将がポトマック軍の指揮を取ることとなった。7月1日から7月3日、 南北戦争最大の激戦となったゲティスバーグの戦いでポトマック軍はリーの北バージニア軍に勝利した。この勝利が転換点となり東部戦線でも北軍が優勢となった。ただしミードは積極的にリーを追撃せず戦争はさらに2年弱続くことになる。ポトマック軍は秋に2つの攻撃作戦、ブリス東方面作戦とマインランの戦いを 実行したが大した戦果を得られなかった。1864年3月、ユリシーズ・グラントが中将に昇進し、北軍全体の指揮を任せられた。グラントは作戦本部をポトマック軍司令部に置いた。ポトマック軍の司令官はミードのままであったが、それ以降実質的にはグラントが指揮を取る形となった。5月5日から7日のアラノの戦いでは、両軍もに、 大きな損害を出したが、グラントは前進を命令した。一週間後のスポットシルバニアコートハウスの戦いでも、北軍の損害は南軍より大きかったが、グラントは、北軍は消耗に耐えうると確信しており、交代はしなかった。グラントは、リッチモンドの南にある鉄道拠点である、ピーターズバーグの攻略を計画し、 1864年6月15日から1865年3月25日の9ヶ月間に、渡るピーターズバーグ包囲戦が生じた。リーは、ピーターズバーグを脱出し、ノースカロライナ州にいた南軍の他の部隊と合流し、反撃を行うことを計画した。ポトマック軍は脱出した北バージニア軍を追撃し、連日のように戦闘が行われたが、 アポマトックスコートハウスの戦いで敗れたリーは1865年4月6日に降伏した。戦争が終了するとポトマック軍は1865年5月23の24日に行われた大貫越式に参加し6月28日に解散した。聖パトリックの日を祝うため障害競争を行うポトマック軍のアイリッシュ旅団。 1863年3月17日、エドウィン・ホーブスがポトマック軍の活動地域は、ワシントン、フィラデルフィア、ニューヨーク等の北部の大都市に近かったため、他の野戦軍に比べて、メディアへの露出が多かった。構成部隊も、また有名になった。アイリッシュ旅団、フィラデルフィア旅団、第一ニュージャージー旅団、バーモント旅団、アイアン旅団等は、 南北戦争中も戦争終了後も一般大衆によく知られていた。ポトマック軍の偵察部隊、マシューブレーディ撮影1862年3月、エイブラハムリンカーン大統領は、ポトマック軍の下に軍団を編成した。最初に編成されたのは、第1軍団、第2軍団、第3軍団、第4軍団及び、第5軍団であった。半島方面作戦前に、 1> 第1軍団と第5軍団がポトマック軍参加より外されたため、マクレランはより彼に忠誠心を持つと思われる将軍が指揮する2個軍団を作戦中に編成した第5軍団及び第6軍団である。ポトマック軍に所属したことがある軍団には、第1第6軍団に加え、第9軍団、第11軍団、第12軍団があった。 また当初は2個騎兵士団を有していたが、1863年には1個騎兵士団が追加され、計3個騎兵士団からなる騎兵軍団が編成された。しかし、これらの軍団すべてが常にポトマック軍参加にあったわけではない。第4軍団は半島作戦終了後にバージニア軍管区に所属外となった。第軍団は1863年2月に、 西部戦線へ一旦抽出され、東部戦線に戻った後も、ユリシーズ・グラントの直接指揮下にあったが、1864年5月には、ポトマック軍に戻っている。1863年中は、ポトマック軍は8個軍団を有していたが、消耗と他方面への転出のために、1864年3月に4個軍団に再編された。騎兵軍団のうち2個師団は、 シェナンドー渓谷に派遣され、第二騎兵士団のみが、ポトマック軍に残された。しかしこの士団も、戦争の最終段階で、フィリップ・シェリガン少将の指揮下に移された。北東バージニア軍軍司令官、マクレラン少将軍司令官、マクレラン少将軍司令官、マクレラン少将軍司令官、バーンサイド少将軍司令官、フッカー少将軍司令官、ー令官ミード少将軍司令官、 ミード少将軍司令官、ミード少将、ありがとうございます。